でしょうか。いやもう勝ちに行こうと思ったし、ゴールも取りたかったので、点取って勝ててよかったです。今日は2ゴール、そして今シーズン2ゴールが初めてのゴールとなりました。そうですね、やっぱ気持ちいいですし、まだいっぱいたくさん決めれるように頑張っていきたいです。今日は1点目が高め、そして3点目が右足でした。そのシュート振り返っていただけますか。でも決めるっていう気持ちで打ちましたし、それがうまく決まったんで、まあ、次後半戦に向けて、いい気持ちで迎えられるので、いっぱい点取って勝てるようにまたやっていきたいです。いやもう上向きというか、みんながこう気持ちよくプレーできているので、これを続けてまた勝っていきたいです。この体制を続けていけばゴールをでき続ける自信があると話していました。最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。でも後半戦始まるので、いつも通りというか、たくさん熱い応援よろしくお願いします。